ここに出して全然こういう違う行為っても構わない。2年目となる服部俊浩監督の指揮のもと、開幕に向けて動き出したのが福島ユナイテッド FC。 昨シーズンは序盤こそ好調でしたが、結果は11位。何としても結果を残したい今シーズン、30代のベテランを含む9人が新たに加わり、戦力のアップを図ります。湘南ベルマーレや名古屋グランパスなど J1 でもプレーしてきた小林翔太選手、経験と精度の高いクロスでチームに貢献したいと意気込みます。 J2 に、昇格するっていうのはもちろんですけど、一試合一試合、勝っていけば、絶対見えてくるものだと思うので、しっかり全力でプレーしたいと思います。開幕戦は3月最初の週末に行われる予定で、 FC 今治と対戦です。